もしもーし。はーい。はい。何してん？何もしてない。そうね。何歳？まだ17歳。じゃあ今年18？そうだよ。そうな、俺は友達と泊まりしてね。そうなの？うん。で、友達も何人いるの、そこ？俺合わせて3人。なるほどね。うん。何してたの？それは秘密やだ。何秘密って？ちょっと言われへんことしてた。何言われへんことって？ちょっと恥ずかしいよ。何何？気になる？気になるよ、だって。気になるお年頃か。そうだよ。でも全員男やけどな。いや、なんだよ。いや、ね、そう、しおりに教えて。何教えてって？インスタ？うん。ダメ、インスタは恥ずかしい。いや、じゃあそんな恥ずかしいな、知ったらやんな。おっぱい揉むぞ。やろ。うるさい。揉みほぐすぞ。いや、もう揉めないんで。ツイッターは？どんだけ。めっちゃ探したいじゃん。仲良くなって好きやもん。好きなの？もう好きやで、声聞いて。なんで？声可愛いんだね、ほんまに。声が好き。声が好き？うん。あー、ありがとう。その声ちょうどいいや。川内のあん、あ、あん。その声ちょうどいい。変な人しかいないんですか？しおりお願い、一発だけやらして。何歳？俺は19やで、今年。あ、そうなんだ。行こうやろ。うん、行こう上。先輩たち。先輩たち？うん。大好きって言って。大好きって言って一回。大好き。かわいい。行きます。何ですかもう。これかわいいな。ほんまにかわいいや。つけようや。いやーね。いやでも地声じゃないんでね。地声聞かして。ん？いいやん、教えてやん。何も思わんし、別に。一発だけ。あー、一発だけ？うん、そりゃ女とやりてえよな。一回なんかアニメ声っぽいですね。でもありがとう。一回そのイケモンの声で、うん、かわいいねって言ってみて。かわいいな。うおー、かっこいい。女の声で好きだよって、うん、好きだよ。すげえ、ほんまに。俺らあの大男にあのやろやとかやる。お兄さん何歳？俺32ですね。ああ、いや、結構かな。全然若い声いけるで。一回じゃあ、別にあれやの、女の子に一回やろうって。一回しよ。うわっ。ほんまにすごい。いいよ。やろや。なんだこれ。泣いて。